こんにちは、デリッシュキッチンです。ネギ塩おでんを作ります。まず豚ひき肉 100g とごま油小さじ1、おろしにんにく小さじ1/2、塩コショウ少々をボウルに入れ、粘りが出るまで混ぜましょう。種を4等分にし、ピザ用チーズを包んで丸めます。残りも同様に成形しましょう。油揚げ2枚はそれぞれ2等分に切り、袋状にして豚肉を入れます。細ネギで袋の口を閉じましょう。ミニトマト3個とうずらの卵3個は竹串で3個ずつ交互に刺します。アスパラ2本は根元を切り落とし、下半分の皮を剥きます。ちくわ2本の穴にアスパラを入れ、斜め2等分に切りましょう。キャベツ2枚はラップでふんわりと包み、600ワットのレンジで1分加熱します。ソーセージを1本ずつ左右を折り込みながら包み、爪楊枝で留めましょう。ネギ1本は斜め薄切りにします。これをボウルに入れ、塩小さじ1/3、ごま油大さじ3、鶏ガラスープの素小さじ1を加えて混ぜ、ネギ塩だれを作ります。鍋に具材をすべて入れ、鶏ガラスープを加えます。煮立ったら蓋をし、弱火で5分から7分煮て、ネギ塩だれをかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。